さあみんなこんばんは、大堀キリンさんだぜ。さあ18時半からはね、 YouTube の方でライブ配信やります。今日はね、いろんなね、頭に来ることがね、今日は多いんでね、もう今日は20曲ぐらい、YouTube の方でライブやります。その前にね、一応ね、まあここでちょっと肩慣らしとかリハーサル的なことをやりながら、やっていこうかなと思うんですけどね。昨日はピック半分割れかけてちょっと大変だったんだけど、まあともかくね、今日は頭に来ること多いんでね、いろいろやっていくよ。花から覚悟が違う、悪いけど腹は決まった。あるがままの心で俺は生きてやる。 Go straight, go straight, go 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 go。 嘘感覚で生きて笑う、てめえらには愛想尽きた。欺く人影にふざけた面が並ぶ。立ち打ちするほどてめえなど目ん玉には物言わぬ。勝負に出るなら魂を磨き上がれ。腹黒い筋書きのてめえじゃ吐き気がする。受けた恩は食い散らかし、御前様気取って、今日の仕事は辛かったと愚劣なカラス弱いふり。我が身よろしくねんころり、ゲスな女に雨宿り。けじめを取りよう、チャチャおもちゃのチャチャチャ。下げすぎほどしめたらし込み、頭隠して尻隠さず、サンダガラスの逃げっぷり。カヤ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 、今寝たカラスがもう笑う。
変わり果てたやつ、うまく変わったやつ、両方とも随分見てきた。友情なんて口にすると、ガキの頃から虫図が走った。とうとうは組まない、組めば面倒だ、生きてくには一人で精一杯、てめえの面磨きもせず、友達面するやつ大嫌い。身構えないと舐めてきやがる、怖さがないと笑われる、正直になると足をすくわれる、うざまさ人のよう。へらへらへらら、神様を笑う。へらへらへらら、神様も笑う。昨日はね、6連ペグの弦が切れてね、いろいろありましたけども、やっぱり叩き割るぐらいにやらないと人に対する思いとか気持ちっていうのは伝わらないから、今日はいろいろ頭にくることが多くてね。昨日はなんだっけ、特定秘密保護法はもう通りで、国民に対する秘密やら情報やら何やらわかんねえけど、世の中どうして変わったもんかね。今日だから腹立って腹立ってしょうがないことがあってね、俺も個人的にちょっとイライラすることがあって、今日はね、ともかくはツイキャスでもね、そして6時半からやるね YouTube でのねライブでもね、とにかく今日は怒りをねみんなに今日見せつけてやるから。で、今日はね、友情だとか愛情だとかそういったものも含めてね、ちょっとねふざけるなっていう気持ちがちょっとあるんで、今日腹立ってしょうがないの。だから今日はもう本当にもうね、クリスマスまであと18日だけどもね、そういったね一面もありながらも、でもね、とにかくいろいろやって、今日はねとにかくちょっとここでまあ軽く一発リハやってみてね、いろいろやりたいと思うんで、でちょっと今から歌う、歌ね、ちょっと懐かしい歌を今も懐かしいけどさ、昨日ほどちょっとね、あの YouTube ではちょっと本気出さなきゃいけないからあんまりこと本気出したらね疲れちゃうからね、じゃあちょっとね昔の、タクロさんの歌をやります。悲しいだろう、みんな同じさ、同じ夜を迎えてる、風の中を一人歩けば、枯れ葉が肩でささやくよ。どうしてだろう、この虚しさは、誰かに会えば静まるかい。こうして空を見上げていると、生きてることさえ虚しいよ。これが自由というものかしら、自由になると寂しいのかい。やっと一人になれたからって涙が出たんじゃ困るのさ。やっぱり僕は人に揉まれて、みんなの中で
暖かいのさ。明日はもう一度触れたいな。独り言です、気に留めないで。時にはこんなに思うけど、明日になるといつものように心を閉ざしている僕さ。忘れてしまいたいことや、どうしようもない寂しさに包まれた時に、男は酒を飲むのでしょう。飲んで飲んで飲まれて、飲んで飲んで飲みつぶれて眠るまで飲んで、やがて男は静かに眠るのでしょう。辛いもんがあってね、なんか時々思うんだよね。人間って一人で生きていくんだけども、僕はねもう友達が多いのが嫌で、10人も15人もいたら吐き気する。なんかみんなでまた集まろうなんて言ってんだけど、俺はとてもじゃないけどもその雰囲気嫌だった。だから俺断った。だって俺にはこうやってツイキャスやんなきゃいけないし、 YouTube で音楽やっていかなきゃいけないし、今僕は自分のやりたいことにひたむきにならなきゃいけないからさ、今はねこうやって一人でこうやって弾き語りをやることの方がよっぽど俺は楽しいし、こうやってキャスや YouTube 見に来てくれる人たちがいればね、まずはそれでいいんだよ。正直今は友達ってあんまいらないと思ってて、まあネットの世界も恐ろしいもんでね、どういう人が見てるかわかんねえし、文字でしかお客さんの反応は返ってこないわけだけど、まあある意味音楽やってるとまあ寂しいことも多いんですけど、でもこうやって集まってきてくれることの方が嬉しいしね。
いろんな人たちがね僕を応援してくれるなって、とにかくは来年はねもっと音楽出していこうと思うし、幸せがなんであるのかさえわからなくなってしまいました。どんなことさえも君の中で壊れてしまってるよね。ずっと一緒にいようと約束したのに、君の孤独を埋められず。なんだっけ、もう忘れちゃったな。これは長渕さん、君のそばにっていう歌なんだ。もちろんね、これなんかすごい悲しい歌だけどさ、いいよねこの曲。好きで好きで好きでどうしようもないほど、そばにそばにそばに君のそばにずっといたい。あと12分もすればねこのキャスト終わるんだけども、またね、まあ、24時からはいつもの定例ライブをやるつもりでおります。まあいろいろと、まあ、反対勢力もありながら自分の歌を歌い続けることをやめてはいけないと。まあ僕も時にいろんな嫌がらせだとか来るんですけど、でもそんなことに負けてられないから、負けてちゃさしょうがないんだもんね。今のこの世知辛い世の中ですよ。友達が何なのね、親が何なの、家族が何なの、彼女が何だ、彼氏が何だ、もうね人間関係でがんじがらめになって、なんだか自分一人で何やってんだかって無気力なことばっかりになっちゃって、それがなんかたまらなく寂しくて、だからなんつうのかな、とにかくは一人で生きていくのは当たり前なんだけど、でも誰かさ一人ぐらいなんか心の助けになる人ぐらいいてもいいよね。僕にそんな人がいるかなと思うと、まああんまりいなくて、うん、なんか心の支えになる人ぐらいいたらいいななんて思う時あるよね。いないならいないでね、まあ自分一人だからやることたくさんあるからね。俺の傍らにはいつもギターがいてくれたし、弾いてるとなんだかすごく幸せで、一人でこうつまぶきながら思うことたくさんあってね、これって理屈抜きじゃないか。ああ長渕さんがいるよって書いてあるね。でもほらもちろん彼は音楽の師匠だし心の支えになるよ、彼の歌聴いてるとね幸せだよね。だから俺も音楽やろうと思ったし、でももうちょっとなんか身近にさなんかいる人っていたらいいじゃない。それは誰かわかんないよ、家族かもしんない、友人かもしんない、
うん、恋人かもしれない。わかんないけど。ともかく、今、いろんなことでがんじがらめになってる我々、まあ、現代で生きる、まあ、特に若者はね、やっぱり大変だなと思ってて、まあ、ともかく、まあ、あと9分しかないんですけど、最後に、まあ、ちょっと、今日はね、ちょっとあまりコメント読んでないんだけど、まあ、班からね、どうしてもやらなきゃいけないから、そのために自分の精神に集中してやるしかないんでね、みんなごめんね、コメントあまり読めてないけど、24時からはまたツイキャスやる予定でいきます。最後にちょっとこのレゲエ調の歌を歌って終わりにしたいと思います。学校帰りの屋根裏部屋で、俺たちは酒を持ち込み、ハイライトを吸っていた。ニキビ面をくしゃくしゃにしかめながら、将来の夢を朝が来るまで語った。あれから一つ瞬きしただけで、16年ぶりに俺たちは屋根裏部屋に集まった。話すことといえばゴルフと銭と出世話、そして昔の歌ばっかりを朝まで歌った。俺はなんとなくやりきれない思い出、タバコを焦がしたあの時の情熱を見てた。すると友達は俺にこう言った。お前も変わったな、少し丸くなったよなって、歌える人だって。友達がいなくなっちゃった、気がついたら一人もいなくなっちゃった。だけど俺寂しくなんかない、仲良しクラブの付き合いはまっぴらさ。長い上り坂、走ってみても同じこと。上り坂は人生さ、下り坂は落ちるだけ。別れ道は
運命さ、どの道行こうと俺たちの行き着くところへまっしぐら、誰の口出しも無用です。焦ってみても始まらぬ人生、のんびり生きてやる。後に下がれる道ならば、大地を踏みしめ歩きましょう。大地を踏みしめ歩きましょう。ありがとう。さあ、あとね、もう10分もすれば、YouTube の方でまたライブやりますから、今日ね、来てくださったたくさんの方々、ありがとうございました。僕の拙いリハーサルにお付き合いいただきました。ずっとカバーやってきたけどね、うん、まあカバーやるとまた自分の気合も入るんでね、また次につなげられるんじゃないかなと思います。今日はとにかくね、まあ、いろんなことテーマに、今日語ることがたくさんなんかあるようなそんな気がするんでね、まあ、ともかくは、まずは、今日、6時半から、YouTube でのライブをとにかく完結させて、そして24時のツイキャス、またね集まってきていただけることを願っております。ということで、今日最後まで、まず30分ね、ありがとうございました。また、24時からのツイキャス来てくださいね。じゃあみんなまた後で、さよなら。一部でも待ってますからね。じゃあね、さよなら。じゃあね。ありがとうね、みんなありがとうね。じゃあね。